んな理由があっても仕事をほっぽり出すのはプロ失格だと思う。はい、本当にごめんなさい。ミク、ほんと心配したんだよ。え、おお、にゃん、うずにゃんだ。さ、うずにゃん、にっこり笑顔でみんなに会いに行こう。笑顔、うずきちゃん、うずきちゃん、みんな来るまで一緒にレッスンしよう。ふう、なんで私も基礎レッスンなの。何言ってるにゃん、基礎は大事。前は基礎レッスンばっかで嫌だって言ってたのに。昔の話にゃ。うずきちゃんたちと勝負したよね。うん、昔の話にゃ。いろいろあったね。昔の話にゃ。そっか、もう半年前なんだね。こんなことになってるなんて思いもしなかったな。半年前ね、初めて会社に来た時ね、私一人で来たんだよ。へえ。怖かったけど、着いた時はすっごく嬉しかった。本物のお城みたいだったんだもん。私は思ってたのと違ったな。アイドルになったら楽しいことばっかりだと思ってた。お姉ちゃんともあんまり会えないし、メンバー揃うまでレッスンばっかだったから。うずきちゃんたち待ってたんだからね。うん、お友達増えるってワクワクしてた。ミクは、みんなライバルだって思ってたにゃ。埋もれないようにしなくちゃって焦ってて、空回りばっかりしてた。いろいろあったけど、私はミクと組んでよかったなって思う。ぶつかりながらやってく。これが、私の目指すロックなアイドルなんだって気づけたから。まあ、たまには主張譲ってほしい時もあるけどね。お互い様にゃ。何を？うずきちゃんもオーディション受けて入ったんだよね。はい。補欠合格で。合格は合格だね。キラリね、受かると思わなかったから。キラリみたいな子でも、可愛いアイドルになれるんだ。なってもいいんだってジーンってなったの。私もこんな私でもアイドルになれるんだって嬉しかったな。あの頃はこんなに働くなんて思ってもなかったよ。でもちょっと変われたところとそのままのところと、どっちも大事にしたいな。冒険して見えてくるもの。新しい世界はとてもドキドキ。カリエが仲間もできて一人じゃないと思います。失敗ばっかりで焦ってた時もあったけど、それでもやってみてよかったって今は思う。まあ自分のペースが一番だよ。もちろん不安だってあるわ。冒険の先に何があるのかは誰もわからないから。でも不安は分かち合えるって、一緒に立ち向かえるって分かったから、だから前へ進もうって思えるの。